重量を求めた方がいいのか、それとも効かせた方がいいのかというところについてお話ししたいなと思います。これはね、もう単純なんですよ。すごい体っていうのはより重いものをより効かせられる体なんですよね。なので、重いものを持っても効いてなきゃダメだし、効いてても重いのも持ててないとダメなんですよ。なので重いものを持てるようにすることと効かせ、より効かせられるようにすることを両方一緒にやっていかないとダメなんですね。だから極論を求めちゃダメです。だから重いのだけ効かせるのだけやるっていうのはダメですね。なので最終的な目標は、より重いものをより効かせるっていうことですね。まあ、例えば単純に言えば、10キロでゆっくりストリクトにカールできる人と、これ50キロでできる人がどっちがすごいか、どっちがすごい腕になってるかって言ったらもう明確ですよね。50キロできる方がいいに決まってるんですよ。だから効かせるトレーニングでもやっぱりできるだけ重いもので効かせられるっていうのが理想です。じゃあ、そのアプローチとして効かせるトレーニングばっかりやってると重量が伸びるのかっていうと伸びないですよね。なので一方で重量を伸ばすトレーニングっていうのを絶対やっていかないとダメなんですよ。で、重量を伸ばすトレーニングっていうのはどういうトレーニングかっていうと、やっぱ回数を狙っていく、重量を狙っていくっていう明確にこう要はパワーアップさせる種目ですよね。と一方で、まあ例えば後半に体力がなくなってきたところで重量を軽くして回数を求めるとか、パンプ感を出すとか効かせる感覚を大事にしてあんまり重量回数を意識しずにやるトレーニングっていうのはこの両立が大事になってきますよね。でまあ初心者のうちトレーニングを始めたばかりのうちっていうのはやっぱり僕のおすすめはやっぱり効かせるのも大事ですけど、土台となるやっぱパワーアップをさせていくっていうのが大事ですよね。まあ要は車で言えばまあエンジンを大きくする時期、トータルの馬力を要はとにかく上げていくっていうのが大事ですよね。いつまでも軽自動車のエンジンで時速100キロで走ってるんじゃなくて、F1 カーぐらいの馬力を持った上で100キロで走ればより100キロがね楽に扱えるわけですよね。一瞬で100キロ出せて一瞬で100キロから止まれるみたいな、そういう体になりたいわけですよね。なので土台となるエンジンを大きくする作業をまずは徹底的にやっていくっていうのが大事ですね。そうすれば後々効かせることもより重いもので効かせられるようになるので、なのでまあ効かせるトレーニングとはね分かるんですよ。気持ちはこう楽なんですよ。重いもの持たなくてもいいし、ね、全身でチーティング使って疲れることもないですよね。でもやっぱりパワーアップさせるトレーニングができてからこそ、効かせるトレーニングというのが効果が出てくるわけなんで、その辺はやっぱりこう最初から効かせる効かせるっていう今結構時代が流れがありますけども、まずは土台となるパワーアップをさせるっていうのが絶対大事です。